ここで今日のファンフェスティバルには残念ながら出演がかなわなかったあの選手たちからスペシャルメッセージが届いてるみたいですよ。皆さんビジョンにご注目ください。ファンフェスティバル2022にご来場の皆さん、楽しんでますか？ギリンタイムです。ギリンタイムです。ギャビーさんと僕はオーストラリアで野球のビジョン中なので今日はお伝えすることができません。ファンの皆様に投げるということになりました。ということで満長くんお疲れ様でした。あ
ありがとうございます。一生懸命投げてくれました番長君。僕の気になるところ、はい、やっぱり石井拓郎コーチですね。じゃあぜひ突撃リポートお願いします。久々のポジションはどうですか。ベンチの気持ちいいです。さすがです。やっぱ野球人でした。おかえりなさい。入りなさい。あ、明日からも大きな拍手が上がっております。さあ2回の裏、安崎さんがですね、いろいろリポートしてくださっておりますので、ここはそれではお任せいたしましょう。ベンチリポート、さあ安崎さん、いかがでしょう。こちら三塁ベンチなんですけど、はい、鈴木貴則コーチいらっしゃいました。鈴木貴則コーチどうでした、軟式の感触は。ベンチでひっくり返って座ってます。まだ控えの野手もいますから、これからの出場見ものですね。そうですね。監督が素振りしますよ、上茶谷監督が。監督いかがでしょう。どうですか。みんな全然打たないんで、そうそう俺が出て一発かましたら、どうですか。代打俺攻撃ですね。楽しみにします。以上、三塁ベンチからでした。ありがとうございました。さあ、安崎さんのリポートが入りまして、急遽番長くんからリアルピッチングに変わりました。ここでまたですね、ビジョンにご注目いただくということで、それでは皆様、ビジョンにご注目ください。マジOh, shit.
で悔しがっております。ありがとうございます。いや宮崎投手も選手と一部すごい熱い戦いでした。安崎さんありがとうございます。こちら三塁側でした。